ってましたけどね。いや、なんか空気読んで。大人、大人来ようか、じゃあ。関係者の大人。怖い怖い怖い。え、でも、だから、珍しい現場でしょ、浜辺さんから。じゃあ、基本、上の人が多い中、今回下の方の方が多いっていうのは。はい、そうですね。本当、初めての現場でした。これ、どうなんですか、そのちっちゃい自分より下のね、子供たちと、これ、結構打ち解けるために、なんかいろいろコミュニケーション取る方法とか考えたんですか。まあ、やっぱ学校のこと聞くとか、好きな食べ物聞くとか、うん、それです、今言ってるのそれです、やってる話聞いてる、やってるやん、そういうことか、学校のこと聞いてんのやろ。あ、聞いてました、いじめ大丈夫かなって調査した。何の心配してんねん大丈夫かな、こんなに休んでいじめられてないかなとか思ってました。よかったか、それだったら正解です。どうなの、現場では花芽さんどんな存在やったんですか、このノア、うん、はい、エマの役の浜辺さんは、うん、レイとノーマンからしたら、いや、ほんとお姉ちゃんみたいな存在でしたね、うん、なんかまあレイ、カイリと、まあ、ここ浜辺さんと僕とで、まあ、ちょっと年齢の差があったんですけど、うん、なんかおじいちゃんとおばあちゃんみたいって言われましたねこう小さい子供たちを座って傍らからこう、うん、眺めてる姿が微笑ましいって言われました。私たち体力がちょっともう最後の方は温存しようと思ってて、子供たちが遊んでって言った時に、うん、ジョー君は一緒にわーって遊ぶんですけど、うん、私らは行っておいでってこう送り出すいや、まあ、まだ若いやん一番体力あるやんいや、そうそうそう、そっち側でしたね。そうですね。じゃあその小さい子たちがお姉ちゃん遊ぼうみたいなの結構寄ってきたりしてたの。寄ってきてくれましたね、うん、どういった感じで遊んでたんですか、その子たちと。何をしてたというか。お菓子をこう餌付けしてました。餌付け一緒に遊ぶのもいいんですけど、やっぱ現場の撮影、鬼ごっことかもあるんで、うん、子供たちの体力も減らしちゃいけないってことで、その場で楽しめることをしよう、うん、はい、おやつあげましょうってなってましたみんなでおやつ食べようって言って、おやつ食べる。それを今、餌付けって言いました一瞬なんか出ましたね。出たよ、怖いやつが。怖い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 。インスタライブの多分コメント欄に餌付けってなってましたドキッとする言葉が来たけど。お菓子パーティーしてました。そうそうそう、それそれそれ、お菓子パーティーって言ってくれんと。お菓子パーティーしてました。怖い怖い怖い。餌付けって言われたら本当だそれ施設の方の話になってくるからな。でもちょっと映画にかけたいじゃないですか。わざとな、わざとそういうことね。お菓子パーティー、お菓子パーティー、すいません。まあ、みんな仲良しなんですよね、だってね。はい、仲いいです。そうか。じゃあ逆にナオミとか子供が寄ってくるとかなかったの。ありました、ありましたよ。ガンガンすごいテンションでみんな来るからで、それやっちゃうと本番でね、みんな飽きちゃってね、言うこと聞かなくなっちゃったりとか、泣いちゃったりとかすることが多いから、一応鉄器やしな。そう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 、だから一応もうみんなのテンションを抑える係みたいなのやってました。遊びながらも、はい、みんな集中してみたいなのはやってました。とこちゃんとお姉さんらしく、うん、そうそうそう。だからその餌付けはすごくいい方法。餌付けっていうな、どん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 残っていくね、映像がどうすんねん、そこだけ振り抜かれたらネットニュース、浜辺美波絵付けって書かれたあ、すごい嫌だそれは嫌だ。さあ、続いて最後のエピソードなんですけど、これね、俺も聞いてびっくりしたんですけど、まあ、映画を見ていただいたらね、より一層驚くと思うんですが、現場で、まあ、皆さん演技されてますよね、はい、で、まあ、撮影もちろんしてます。で、現場で撮った音声を全部終わってから再度アフレコし直した方がいらっしゃいます。これが一体どなたなのか。じゃあこれはジョーさん、お答えいただいてよろしいでしょうか。レイ役のジョーさん、あ、ごめんなさい、これナミちゃんですね、答えにナミちゃん、今問題を言ってる。え、いやいや、今ジョーさんに答えてもらおうかなと思って、いやいや、ナミちゃん、そういや答えてなかったなと思ってナミちゃんナミちゃん、お願いします。ちょっと大丈夫ですか、今の MC の。大丈夫です。まあ、でもこれ私は聞いてたんで、はい、ジョー君です。はい、ねえ、ちょっと、ね、答え言う人います。俺答えがジョー君とか言ってないから、ジョー君に問題答えてもらおうかなと思ったけどあれ、そんな展開だったっけな。あ、違う違う違うってなってこれどうなんですか、実際のところ。いや、もう本当撮影終わった後すごい声変わりしちゃって、だったら監督が、だったら全部最初からアフレコし直そうっていう風になって、うん、でまあ一から最後までアフレコをしたんですけど、でまあその中でそのハウスに火をつけるシーンで、うん、まあその実際にその現場の雰囲気を出そう
ということで、まあ、監督と一緒に相談してて、うん、でまあ、その時に、まあ、僕からその水をかぶりたいって言って、うん、そのちょうどその、うん、まあ、そういう感じのシーンだったんで、うん、まあ、水をかぶりたいって言って上からかぶってアフレコしました。水からってことでしょ。はい、すごいよね。水水、これだから正直テンション的なもの、あの対面で演技してるときはやっぱり気持ちも乗るけど、アフレコを再度し直すって一人やん、大変でしたね、すごい。そうだよね、あの演者の人が引っ張り上げてくれるとかがあったりするじゃないですか、演技の部分で、そういうこともないわけじゃないですか、はい、すごい大変でやりにくかったけど、ね、あもうやりにくかった。でも見てる側としては全く分かんなかったです、うんうんうん、言われてそうなんやってぐらい、うん、うん、本当ですか。いやマジで、うん、ありがとうございます。いや素晴らしかったです本当に。だからこれ映画館に行ってね、今日公開ですから見ていただいたら、はい、このあ後から再度アフレコしてんねやっていうのを知った上で見るとまた考え方とか見え方も多分違ってくると思いますので、うん、ぜひね楽しんでいただけたらなと思うんですが、はい、終わりです、そろそろ。あ、もう終わりですか。そうですよ、ね、すごいでしょ。もっとなんかフリートークで、ね、あの時あなたよねとかではなく、え、もう終わりなんですよ。ごめんなさい、そっかそっか、私これで、ね、今日仕事終了です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、出演者の皆さんにいろいろお聞きしたような制作の裏話が監督ら制作陣、生徒役の皆さんからのスペシャルインタビューで聞けますので、映画がもっと楽しくなるかもしれません。ということで気になった方は Twitter、Instagram の約束のネバーランド公式アカウント、もしくは YouTube の東宝ムービーチャンネルをチェックしてみてください。というわけでございまして、あっという間のインスタライブ終了のお時間ということなんですが、じゃあちょっと代表して浜辺さんから今後ね、この見に来る映画を見に来るファンの皆様に一言お願いいたします。はい、映画約束のネバーランドは原作がある作品なんですけど、原作をディスペクトしながら私たちなりにこう実写をする意味を探して、子どもたちの勇気を持って道を切り開く物語を作り上げました。ぜひ劇場で見ていただけると壮大な世界観をより感じていただけるものになっているかなと思います。ぜひ劇場でご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。一応何見てもじゃあ最後一言ください。あ、え、私がいい、せっかくですから。せっかくですか。離れてったんで戻していただけます。すっごい離れたんだ。みんな今日から始まるんだ、絶対見に来てね。はずめありがとうございます。はい、映画約束のネバーランドは本日より公開でございます。ちょっとコロナ禍でいろいろ大変な時期ではございますけれども、ぜひ劇場に足を運んでいただいて、あの迫力ある映像音楽で楽しみください。またお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。映画館に来てねー。来てねー。